アタゴは、海上自衛隊の護衛艦、イージス艦に分類される、アタゴ型護衛艦の一番艦。艦名は、京都府のアタゴ山にちなみ、日露戦争期に活躍した、マヤ型砲艦三番艦、アタゴ、アマギ型巡洋戦艦四番艦、アタゴ、高尾型重巡洋艦二番艦、アタゴに続き、日本の艦艇としては四代目。アタゴは、 中期防衛力整備計画に基づく平成14年度計画7700トン型護衛艦2317号艦として三菱重工業長崎造船所で2004年4月5日に寄港された2005年8月24日に銅造船所において挙行された命名浸水式において防衛庁副長官今津博氏によってあたごと命名され浸水した 2006年5月17日に会場公務を開始、2007年3月15日に初代官庁、船戸県一座の指揮下で就役した。船戸一座は岐阜大学卒業後、海事に入隊、幹部候補生学校を経て、幹部となり、各部署でキャリアを積み、官庁を歴任。官庁拝命は、あたごで4席目であった。なお、当初、官名は、部内応募により、 旧海軍を代表する官名として、長戸及び、雪風が候補に上がったが、長戸は、時期尚早と判断され、見送られた。雪風が落選した理由は不明。2007年3月15日、収益した後、第3護衛隊軍第63護衛隊に、編入され、マイズルに配備された。同年10月25日から、イージュスシステムの装備認定試験のため、米国ハワイに派遣。 その帰国途上の2008年2月19日にイージス艦衝突事故が発生した。事故後は横須賀港に1ヶ月以上経由され、乗組員の外出も禁じられていたが、3月24日に事故当時の当直であった海市長が自殺未遂を起こしたため、翌日には乗組員の外出が許可されることとなった。防衛省は28日に船戸艦長を含む6名の 護衛艦隊司令部付への移動を発表し、公認の艦長には、第二護衛隊軍司令部幕僚の清水博文一佐が着任した。ほどなくして、船戸一佐は退官し、民間企業に再就職した。本件については、検察及び海保が漁船側の正確な航路や位置を特定、立証することができなかった、と裁判所によって認定されたことから、疑わしきは罰せず、 疑わしきは、被告人の利益に則にっ,って、被告人側に最も有利な航路、一が裁判所によって推定された結果、2013年に当直士官2名の無罪判決が確定した。ただし、海南審判においては、2009年1月22日、解放の主張する航路、一が採用されて、自己主因をあたご側と認定する採決が下りており、 刑事裁判と海難審判では一部判断が分かれている。2008年3月26日、護衛隊改編に伴い、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入された。2008年9月14日午前6時56分に、文護水道の領海内で、国籍不明の潜水艦らしいペリスコープを発見し、アクティブソーナーによる追尾を実施したが、 同日午前八時四十分頃に出壇した二千九年六月九日から七月三十日の間、米国派遣訓練に参加リムパック二千十0参加のため新庄湾に寄港するアタゴ二千十年五月十六日リンパック二千十0に参加するため護衛艦アケボノともに横須賀から出港リンパックに先立ち六月九日から六月十九日までカナダビクトリアに 気候、6月12日、エスカイ・モルトワンで実施されたカナダ海軍創立100周年、記念国際観艦式に参加した。6月22日にパールハーバーに到着し、8月1日まで、ハワイ周辺海域で訓練を実施。8月16日、横須賀に入港した。2012年12月10日、アメリカ国防総省は議会に対して、日本向けに、 最新のミサイル防衛システムの売却を通知した。アタゴ及び同系艦の足柄に適用される見込みとなった。2013年6月10日から26日まで、米国カリフォルニア州キャンプペンデルトン及びサンクレメンテ島にて実施される統合訓練、ドーンブリッツ13に初めて参加した。アタゴは、主に艦隊防空、並びに、 主体着上陸前の対地支援射撃を行ったと言われる。他に護衛艦、ヒューガ、輸送艦、下北が陸上自衛隊からは、西部方面普通化連隊と西部方面航空隊他も参加している。2016年7月から定期検査と BMD 能力付与のため、JMU 舞鶴事業所に長期入居する。2017年6月から、 JMU 横浜事業所磯子工場に開港し、改修の最終調整と同時に、次期イージスシステム搭載のミサイル護衛艦の偽装に向け、ノウハウを取得する工事を同年末まで行った。2017年4月、あたごのイージスシステム改修の一環として、オプス -28E が、アン、SPQ-9B に装備転換されていることが確認された。 同レーダーが戦望強探知能力を持つ最新型であるかどうかは不明である。2018年9月12日、ハワイ諸島カウアイ島から発射された模擬弾道ミサイル標的。2019年9月17日から9月29日、及び10月15日から10月23日までの間、関東南方から沖縄周辺を経て九州西方へ至る海区域において、 日号共同訓練を実施する。開示からは、本館のほか護衛艦春雨、テル月、朝日、補給館、魔臭および、P、P-1 小戒機または P-3、C 小戒機と潜水艦が、オーストラリア海軍からは艦艇および、潜水艦が参加し、各種戦術訓練を実施する。現在は、第3護衛隊軍第3護衛隊に所属し、定携校は、舞鶴である。 ありがとうございます。